はい、こんにちは。今日はですね、EOS M100 で、グリッドの入れる方法を説明したいと思います。まずですね、グリッドっていうのはどういったものかって言いますと、ここに、画面上にラインが入ります。こう、例えば横2本、縦2本っていう風に。そこでうまいこと、被写体にそこのラインとか合わすことによって、構図を決めたりだとか、また家のなんか神社とか撮影するときに、グリッドのラインを、そこを仕様にして、撮影することでうまく水平を保って撮影することができます。ですので、ぜひグリッドっていう機能も覚えておいてもらって、そういった構図の時、うまくちゃんと水平を取りたいとか、きちんとラインを入れて、撮影したいと思った時は、ぜひこのグリッドっていうのを活用してもらえればなっていうふうに、思っております。まずは、ここのメニュー画面を押してください。はい、そうすると、撮影情報表示設定っていうものがございます。そこで今グリッドっていうのが、キーになっております。そこを、9分割24分割っていうふうになっております。なんで、まあ、いろいろお好みによって、撮影してもらえればなと思います。その状況によってですね。はい、まあ、こうやって9分割の時はこう映ります。そして24分割はこのようになります。はい、で、例えばなんですけども、今こうやってここに、窓があるんですけども、ここを水平に撮りたいなと思った場合、例えばここのラインとここの線のラインを合わすんですね。はい、ここを水平に、こうやって合わします。で、ちょっと、少しでも線から、ラインがずれてるってことはちゃんと取れてないということなので、水平が取れてないってことなんで、そこはもう多少時間をかけてでもやった方がいい勉強に、練習になると思います。はい、まあ、合いましたね。まあ、黒のラインとこのサッシの角のラインが合っているのが分かるでしょうか。はい、一回撮影してみましょう。あ、切れた。はい、行きましょう。はい、行きます。はい、今こんな感じで、まあ、できたんですけども、ちょっと若干歪んでますね。ちょっとなかなかね、難しいんですけども、はい、こんなもんかな。はい、まあ大体なんですけども、こういうふうに、撮影をすることができます。例えばお寺のところとか、まあ、神社とかで、水平を撮りたいとか思った時は、ここの例えば柱のラインにここを合わせだとか、まあ、いろいろな、ものを使って、ここのラインと合わせてもらって水平を取ったりだとか、ここに例えば顔を入れたいなと思ったら、ここに大体顔を入れて撮影をするとか、そういったものが、すごくこのグリッドっていうのは役立ちますので、ぜひ活用してください。ありがとうございました。